はいどうもレンジです。今回はね、和風紹介ってことで、あのね、とあるね、あの島じゃねえ、とあるあのワンスポットがね、いいお風呂場ができましたので、それをちょっと紹介していきたいと思います。はい、ちょっとね、早速ね、なんかこんな感じでちょっと今バラバラなんですけど、ここがね今あの和風スポットって感じで、うん、このねたぬき商店街もちょっとほんと商店街っぽい、うん、これもね、うん、よし、じゃあちょっとね温泉の方に行ってみたいと思います。うん、あ、てかこれ偽物なんだね。これスコップ持ってるやつ偽物なんだ。これちょっと注意してください。はい、うん、これねいい感じに置こうとしたんだけど、あのこれねスコップ持ってるやつは偽物なんで、はい、あの常吉から買わないようにね。うん、まあこの動画見ればね、お風呂のね作り方とかが参考になれば、嬉しいと思います。はい、あの僕のはねパクっても大丈夫なんで、はい、うん、よかったらねチャンネル登録などしてね、見てくださいね。はい、はい、ここです。うん、いやーどうですかこんな感じでね、作ってみました。うん、温泉のまああの一番高いところにね作って、ちょっと高級感出したって感じなんですけど、こっちはねまだね作り途中ですね。はい、ここが、今回紹介したかった温泉スポットですね。はい、竹がね、うん、まあポイントとしてはこのね、あの白い玉砂利みたいな、うん、下にマイデザで白い玉を引いて、この竹と石をねこう合わせた感じですね。うん、なんか獅子おどしがねいい感じにね、あのおしゃれ感増すよね。はい、であとはどうだろうね、あと竹垣かね、竹垣と和風の柵をこう合わせると、ちょっとこのなんだろうね、なんか囲われてる感があってね、なんかいい雰囲気。うん、でこっちもね一応ねまだあるんですけど、ちょっとね作り途中で、はい、こんな感じ。とりあえずね、ワンスポットできた、出来上がりましたね。うん、またね次もね、あの作っていきます、どんどんね。うん、あーてかてか100万再生間近だったケキアイドルの動画が消されて、ちょっと なんだろうね、ナイブすぎて、ちょっとすいません、なんかテンションがね低いの伝わってますかね、大丈夫ですかね。はい、知ってる方はね、あの僕の動画一番再生数高かったね、あのケキアイドル動画あったんですけどね、なんとあれが消されてしまいましてね。はい、まあなんとかね、ちょっとでもなるべくね、ちょっと毎日更新したいと思ってね、今動画撮ってるんですけど、うん。いや、ちょっとすいません、関係ない話をしてしまい、はい。まあこんな感じでね、和風スポットを紹介してみました。まだね、隣とか、こっちかな、うん。ここら辺とかもね、撮っていこうと思いますので、はい。また気になる方はね、和風スポット、見に来てください。うん、まあ、KK アイドルの動画はね、ちょっと短いバージョンでね、もう一回再アップしてみますので、はい、よかったらね、見てください。うん。はい。ってことで、和風スポットね、ちょっとここ、いい感じに映やしたい。はい。そう。こんな感じ？うん。はい。温泉スポット。はい。こんな感じで、はい。ありがとうございました。またね、明日かな、明日動画また更新しますので、よろしければまた遊びに来てください。それではお疲れんち。